今回のプレイヤーは昨年11月練習試合中に大怪我を負い、復帰に向け現在も一人別メニューで懸命にトレーニングに励む内田選手にスポットを当てました。全然らしさで、らしさで、あり無言なよ。怪我した瞬間は、膝っていうのはすぐ分かったんでちょっと嫌やなと思ったんですけど、初めての怪我だったし、前十字は、前十字行ったっていうふうには思わなくて、次の日すぐ病院でレントゲン取って分かったんで、それで先生にそう言われた時は、長いなと思いました。8ヶ月って言われて、試合終わった瞬間は嬉しいですけど、やっぱり1、2分経ったらやっぱりもう自分が、J リーグとかにの時は病院にいたんで、病院のベッドで自分は寝てて、自分がやっぱりガンバの一員と思えない感じにもなってしまって、だから自分のことのように喜ぶっていうのはやっぱりできなかったですね。もちろん待ってるでっていう風な言葉は嬉しかったし、逆に普段通り接してくれたし、高橋なんかは病院に3回ぐらい通ってくれて、すごい普通に接してくれてて、そういうので逆に気持ち的には焦らなかったというか、あんま考え込まずに過ごすことはできましたね。ジャンプジャンプジャンプ、しょうもないジャンプですね。いやいやいや、戻ってサッカーがしたいという気持ちで、やっぱり地味に見えるトレーニングも頑張れるし、やれることが限られてるんで、その中でどんだけ戻った時に、以前と違う体であったり、気持ちの部分だったりを、サッカーできん分、それ以外のところでなんか人間としてどんだけ前より強くなれるかというか、そういうのはやっぱり考えながらやってますね。ちょっと日課みたいになってますね。毎日やってるんで、ほぼもうスタジアムどんな感じになってんのかなぐらいな。どんどん出来上がってそうですね、それをどんどん見てってる感じなんで、日課ですねあれは。でも今はやっぱり新スタジアムっていうか、やっぱり万博の今の競技場に立ちたいっていう気持ちの方がありますね。ずっとリハビリの最初から今まで見てもらってるんで、メンタルのところでもやっぱり気遣いながらやってくれてますし、すごい今のところ僕はずっと前向きにやれてるんで、そういうのはやっぱり岩木さんのおかげかなっていうふうにはすごい思います。地味なやつがあんまり僕嫌じゃないタイプなんで、そこは自分でも良かったなと思いますね。はい、サッカーがしたいなっていうふうには強く思うし、試合見ながら自分やったらどういうプレーするかなっていうのをすごいイメージするようしますね。最近は7月8月、ぐらいです、夏ですね。復帰までは時間はかかるんですけど、やっぱり今頑張れてるのはやっぱりサポーターの皆さんのおかげもあるので、これからも練習場で少し見かけたら声かけてもらえたら、それで頑張れるので、復帰した時はしっかりガンバのために、ガンバが勝てるためにプレーしたいと思うので、復帰するまで応援よろしくお願いします。